インターロイキンマイナス2は、サイトカインの一つである。イルマイナス2は、未分化な T 細胞及びインターフェロンガンマやイルマイナス12の刺激を受けて、ナイーブ T 細胞から分化した1型ヘルパー T 細胞によって、産生され、スイッチサイトカインと呼ばれるグループに分類される。イルマイナス2は、細胞生命疫に関与している。インターロイキンマイナス2、L、イルマイナス2の構造を、 右上図に示した。また、イルマイナス2戦具体のアミノ酸配列は、以下の通りである。1マームックシアルスロルベトンズアプテセスティクと、クルコルホールドクマルンリン。51ユーンプクルトロームルトフクフィンプカテククケル、イークプリーバルンラックスネフィチェル。101パリスニンビブラルケイジステフェムセイドトティベフルンは、ホイットフクシス。151TLT。イルマイナスには、 主に活性化された T 細胞により産生され、T 細胞、B 細胞、マクルファージ等の細胞に対して採用する。T 細胞抗原受容体は、α タ β お及び CD3 抗原から構成される。ゼータサは、細胞内ドメインが長く、シグナル伝達に適している。T 細胞の細胞膜上には、T 細胞受容体が発現しているが、 マクルファージ等の抗原定時細胞からの抗原定時を受けることによりいるマイナス2を産生するシステムが稼働する。ヘルパー T 細胞においては TCR は CD4 と呼ばれる分子と複合体を形成して存在していることが知られている。さらに CD4 は SRC ジロシンキナーゼファミリーに属する l c k あるいはフンと会合している。TCR に抗原が結合すると これらのキナーゼにより TCR のリン酸化が行われる。このリン酸化された部位に対してシックファミリーの分子であるザップマイナス70が結合する。その後、細胞膜に存在するアダプター分子ラットを介して SH にドメインを有する多くの分子を活性化する。中でもホスホリパーゼ C ガンマは小胞体からのカルシウムイオンの放出に関与し、 カルシウム依存的にカルモジュリン及びカルシニューリンの活性化が引き起こされる。カルシニューリンは転写シン,シンファットの脱リン酸化を行い、核内へ移行させる。その後のファットは DNA 上のイルマイナスにプロモーターに結合し、イルマイナスにメッセンジャー RNA の酸性が更新する。イルマイナス2の受容体はアルファー差、ベータ差及び ガンマサの3つの細胞膜表面タンパク質から構成される。これらのタンパク質複合体がイルマイナス2分子と非共有結合を形成し、細胞内へのシグナル伝達を行う。ベータ及びガンマサはタイプアインターロイキン受容体ファミリーに属する。受容体タンパク質は二両体を形成して、細胞内へシグナルを伝えるが、通常は単量体で、 細胞膜上を自由に移動している。しかし、リガンドが接近すると受容体タンパク質は二両体を形成して受容体として機能し得る状態になる。イルマイナス二受容体アルファ差は細胞内ドメインが極端に短くシグナル伝達には関与しないが、ベータ差は非受容体系ロシンキナーゼであるジャック1と介護している。またイルマイナス2とイルマイナス15では イルマイナス2受容体ベータ差を共有しており、これらのサイトカインはルジの整理作用を示す。ベータ差と同様に、ガンマ差もジャック3と複合体を形成しており、シグナル伝達に必須である。受容体と会合する、これらのキナーゼは、受容体の細胞外ドメインに、L、イルマイナス2が結合することにより活性化して、マップキナーゼ経路、イ酸キナーゼアクト経路よびジャックスタット経路の、 活性化を行う。ガンマ差は、イルマイナス2のみでなく、イルマイナス4、イルマイナス7、イルマイナス9よびイルマイナス15の需要体のサブユニットとしても共通に使用されていることが明らかにされていることから、共通ガンマ差とも呼ばれる。また、ガンマ再電子の変異により x 連鎖型重症、複合免疫不全症に至ることが報告されている。ジャックスタッド経路のキーステップ。 左から、細胞膜におけるイルマイナス2受容体タンパク質の解合、受容体の自己リン酸化、スタット5分子の結合、スタット2両体の核内移行、転写活性化。受容体にリガンドであるイルマイナス2が結合すると、受容体タンパク質と解合している、ジャックが活性化し、受容体のチロシンリン酸化を行う。このリン酸化を自己リン酸化と呼び、 L-2 状体のリン酸化チロシン残器が、スタット分子の SH2 ドメインとの結合部位となる。転写因子であるスタット後は、SH2 ドメインを介した二両体を形成して、活性化し、核内へ移行した後に DNA 上の配列に結合することにより、転写活性化を引き起こす。T 細胞の増殖及び活性化、B 細胞の増殖と、抗体酸性脳の更新、探求。 マクルファージの活性化、ナチュラルキラー細胞の増殖、活性化、リンホカイン活性化キラー細胞の誘導などが挙げられる。また、イルマイナスには、抑制性サイトカインであるイルマイナス10を放出して、免疫抑制作用を示す、制御性 T 細胞の維持に必要であると考えられている。シクロスポリンタクロリムス免疫抑制剤である、タクロリムス及びシクロスポリンは、 t 細胞におけるいるマイナス2酸性を抑制する。これらの薬物は細胞内のシクロフィリン及び FK506 結合タンパク質に結合し、薬物、タンパク質の複合体がカルシニューリンに結合する。既に述べたようにカルシニューリンはいるマイナス2の電車調節において重要な分子であり、 この機構によりカルシニューリン依存的な転写因子、インファットの脱リン酸化が抑制され、結果として免疫抑制作用を発現する。これらの医薬品は主に臓器移植後における拒絶反応を抑制する目的で用いられる。また、ステロイド系抗炎症薬もいる -2 の酸性抑制作用を有する。さらに、ダクリズマブは抗ナス -2 需要体モノクローナル抗体であり、 免疫抑制作用を示す。ありがとうございます。